はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。今回なんですけれど、今ポケカ高騰大ブームということで、スペシャルアートも値段上がっているから、わあもっと買っとけば上がったのにってことで欲しい気持ちめちゃくちゃあると思います。しかしね、やっぱ高いカード買うにはそれなりに勇気がいるということで、まだですね、もしかするともう少し上がるかもしれないし、まだ全然安いよっていうね、1000円もしないカードを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回紹介していくカードなんですけれどですね、博士の助手でもあるソニアさん、めちゃくちゃ値段上がりましたし、めちゃくちゃ可愛いですよね。じゃあ博士は値段上がるんじゃないかと思いきや、白衣を着たらなぜか値段が上がらないカードが多すぎる。ちょっと噛んだ。そんな寂しい1000円しないカード紹介していきたいと思います。代表的なのは大木が博士。しかしこちらおじちゃんなので、まあ仕方ありません。でですね、もっともっと上がってもおかしくないんじゃないかなっていうのがバーネット博士。はい、こちらオーキド博士は冗談なんですけれど、例えばバーネット博士はですね、今度発売されるパラダイムトリガーのカードにめちゃくちゃ刺さるということで、しかもですね、ミュウツーの、V ユニオンの、ね、カードにしか入ってないようなサポートカードになっているので、結構ですね、使えるカードの割にはなぜかなかなか注目されておりません。むしろサポートカードのノーマルなのに400円近くの値段がついております。でこの SR サポートのノーマルで400円もついてしまうのに、なぜか SR の方が少し高騰して700円ぐらいからやっと1000円前後の値段になったっていう状況になっております。はい、なのでですね、もう少し上がってもおかしくないと思うんですよね。このバーネット博士、一番最初は1400円とか2000円近くあったので、今ねこのバーネット博士はもしかすると元の値段に戻る可能性もあります。今1000円なので狙い目なんじゃないでしょうか。そして2枚目、浜名のバックアップ。こちらイラストレーターさん、めちゃくちゃ可愛いですよね、浜名のバックアップのイラスト。でイラストレーターさんがまあなごみさんということで、これからもっと人気が出たらですね、この浜名のバックアップの値段も上がるんじゃないか。そして効果の方もですね、ポケモンとポケモンの道具とスタジアムとエネルギー、それぞれ1枚ずつ選んで山札に戻すことができるので、決して弱いカードではございません。金額の方がですね、700円前後なんですけれど、今ですね、メルカリの方をいろいろ調べたら、なんとね、最大1300円の取引までつくようになっておりました。でですね、私、カード書結構回るんですけれど、まだまだですね、800円とかですね、まあ、さすがに680円時代は終わってしまったんですけれど、900円ぐらいでまだまだ売っています。もしかすると値段が上がるかもしれないということで、1枚持っておいてもいいんじゃないでしょうか。もしこっちが値段が上がらなかったとしても、そんなに金額が高いわけではないので、損しないと思います。そしてメインチャンネルの方でも上げさせていただきました、ドクター SR、まあ、白銀のランスのね、再販が行われたためにですね、値段が下がってしまったと思うんですが、このポケカの高騰ブームの中、唯一値段を下げてしまう白衣の天使ということでですね、もしかすると今下がり気味で、今500円とか手に入ってしまうので、逆に言うと今買っておくと、もしかすると化けるかもしれません。化けなくても500円の損失で済みますので、ぜひぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。というわけで私のあくまで予想、そしてですね、上がりそうにないところを深掘りして紹介しておりますので、まあね、試しに買ってみたらどうでしょうかって動画になりました。最後までご視聴の方ありがとうございました。またね。